やと聞いた？仲間を殺してくれだって。金はあるのか？私には何も。名前があるじゃない、ノラになる。カズマ、私の名は我が主を一人のものです。ここには斬られる覚悟で参りました。我々は主を貶めました。魔は忌み名となり、二度と呼ばれぬことでしょう。それでもいい。あの方が助かるなら、私はこの名主に返します。案内しろ。貸しにしといてやる。新規がみんなあやかしになってる。毘沙門は終わりね。一遍死んで代替わりした方がいいんじゃない？いました！口の中です！まだ取り込まれてはいません！お願いします！どうか主様を！引き。私の子も殺さないで。みんな良い子ばかりなのだ。殺さないで。主様。兄様。よくも、よくも。リーナは一命を取り留めた。だがヤトレの恨みも残った。すまない、こんな話を。ヤトは敵だけど恩人でもある。そういうことだったんですね。なんとかして二人を止められないんですか？このまま争いを続けたら取り返しがつかなくなってしまう。接近！今よ！ゴーク！終わりだ。はい！サンキュユキナ！身を挺して主を守るとはな。分かったか、ヤト。神器を奪われた苦痛が楽にしてくれる。ユキナ、ユキナ！名が消えてない。接近！カズマも初めは小さな釘だった。だがごく稀に変貌を遂げる神器がいる。二心なく忠誠を誓うとは破振りの器。